ユリア・ニコライブ・ナオベルタスは、ウクライナ出身の女性フィギュアスケート選手。2006年トリノオリンピックペアロシア代表。2005年ヨーロッパフィギュアスケート選手権に。パートナーは、セルゲイス・スラフノフ、アレクセイ・ソコロフ、ドミトリー・パラマルチュク。ウクライナのドニプロペトローシクに生まれ、5歳の頃に、スケートを始めた。後に、ドミトリー・パラマルチュクとペアを結成し、 1997から1998年シーズンより創設されたばかりの ISU ジュニアシリーズに参戦。JGP ファイナルでは初代優勝ペアとなり世界ジュニア選手権をも制した。翌1998から1999年シーズンも JGP ファイナルと世界ジュニア選手権を制し2シーズン連続のジュニアタイトル2冠を達成する。 1999から2000年シーズンからは、シニアクラスの ISU グランプリシリーズにも参戦。ISU グランプリシリーズではメダルこそなかったものの、ネーベルホールンハイでは3位と検討した。3連覇のかかった世界ジュニアでは、同じウクライナのアリオナ・サフチェンコスタニスラフ・モロゾフ組に敗れ2位となる。2度目の出場となった2000年世界選手権では、 フリースケーティングのリフトで転倒し危険。その後、ドミトリー・パラマルチュクとのペアを解消した。2000から2001年シーズンより、アレクセイ・ソコロフと新たにペアを結成し、ロシア所属選手として活動を始めた。2002から2003年シーズンには、グランプリファイナル進出を果たすまでになったが、同シーズン終了後に、アレクセイ・ソコロフとのペアを解消、新たに、 セルゲイス・スラフノフとペアを結成した。2005年欧州選手権で2位、トリノオリンピックでは8位となる。2007から2008年シーズンは NHK 杯に出場を予定していたが欠場。ありがとうございます。